どうも、キューティク全開、熊沢です。おしゃしゃ、ギャンギャンギャン、ギャン玉。おすみざわ。おじみざわなの、お前。というわけですね、今回まずはビデオ、都市伝説シリーズでございます。きらめこ。というわけですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。あーあこんにちは。どうもどうも。ミスター関、オーストラリアに一杯寄るか。なんで旅行しに酒飲みに行くの。今回の都市伝説は、かつてオーストラリアのテーマパークで起きた怪奇事件。実はそこである悪魔との奇妙な一致があったのね。というわけでですね、今回そのオーストラリアで起きた怪奇事件について触れていきたいと思います。オーストラリアのシドニーにルナパークっていうテーマパークが存在するんだよ。で、過去にこのルナパークでは、火災によって大人1名と子供6名が犠牲になってしまったのね。ラッキーセブンだ。アンラッキーセブンだな。で、その火災の前に犠牲者の子供の一人を写した写真があるんだけれども、その写真に写ってる男性が悪魔なんじゃないかっていう風に、噂されてるんだよ。で、まず、その火災っていうのが、今から40年前の、1979年6月6日、ルナパークで1931年から約48年もの間、問題なく稼働してたゴーストトレインっていうアトラクションが突然火災炎上したのね。おお、ある意味炎上したってことね。いや、本当に炎上したってことだね。で、子供6人と大人1人が死亡する大惨事の事故になってしまったのよ。で、そのゴーストトレイン自体はもう火災によって完全に崩壊して、事故の原因も特定することはできなかったのよ。で、ルナパークはその後3年間閉鎖されてしまったの。で、1995年に被害者を追悼する目的で、メモリアルガーデンっていうのが作られたの。で、その火災前に撮影されたとされる写真なんだけれども、これ、左下に写ってる少年が犠牲者のダミアン君なの。で、後ろにいる気味の悪いまるで悪魔のような男が写されてるの。これがアボリジニだよね。変なこと言うのやめろ。で、ちなみにこれがダミアン君の最後の写真となってしまったんだよ。で、この写真は家族によって撮影されたものじゃなくて、この気味の悪い男に怯えてるダミアン君をおかしく思った第三者が撮影した写真なのよ。気味悪くていいの。これんな。そしてこの後、ダミアン君の家族はゴーストトレインへ行って事故の犠牲者となってしまったのよ。ただ、ダミアン君の母親だけ、急にアイスクリームを食べたいという理由で、アトラクションの登場を辞退して、なお逃れたの。で、当時すごいオーストラリアでも、この後ろに写ってる男についての議論が多くされたんだけれども、この写真が撮影された広場っていうのが、なんか大道芸人がめちゃくちゃいる場所だったから、まあこういう見た目をしている人がいてもおかしくないっていう風な結論が当時されたのね。ただ、インターネットが普及して、ある意見が注目を集め始めたのよ。それが、この写真の男は、モロクって呼ばれる悪魔であるんじゃないかっていう噂なんだよ。本当に怖かったじゃないの。ひから見てんだろ、お前。で、まあこれ正直こじつけなんじゃないかっていう風に言われてもおかしくないんだけれども、実は奇妙な位置があるのね。それが、このモロクっていうのは、古代中東などで崇拝されてた、豊穣の神様なのよ。時宗。突然時宗って言うね。で、主にヨルダン人から信仰されてたのよ。で、彼らは銅製のモロク像を作って、それを生贄の祭壇として用いて、麦とかヤギ、また人間の子供などの7種類の生贄をそこに捧げてたの。麦は何なの。これらの生贄っていうのは全て生きたまま焼かれたのよ。麦を生きたまま。麦に生命感じんな。生麦ってこと。で、モロクはその残忍さからキリスト教からも恐れられて、母親の涙と子供たちの血に濡れた悪魔っていう風に古代から呼ばれてたの。で、このモロクの呼び名とルナパークの事故が実は奇妙にも一致してるのよ。これ何かっていうと、犠牲者はダミアン君の一家だけだったよね。つまり父親1名とダミアン君を含む子供たち6名、合計7名なの。生贄の数と一致してるよね。そうなんですよ。そう、これはモロク像に捧げられる生贄の数と完全に一致してる。で、しかも彼らは生きたまま焼かれる、つまりモロクの生贄に捧げる際と同じ方法で亡くなってしまってるってことね。だ、麦やんくんってこと。麦から離れろ。そして急にアイスクリームを食べたくなってアトラクション登場を辞退した母親だけが生き残った、つまり母親の涙、モロクの呼び名、母親の涙と子供たちの血に濡れた魔王っていうのと、もう完全に一致しちゃってると。じゃあ母親がアイスクリームを食べなければ事故は起きてなかったかもしれないよね。8人ならね。母重大だなお前それ。